と色料について扱っていきたいと思います。でこの分子量と色量っていうのは、まあこれからね扱っていく物質量の計算、モルを出す計算で、重要になってくるものなので、しっかりと理解してください。でやってること自体は正直めちゃくちゃ簡単です。ただの足し算と掛け算になってくるので理解自体はそんなに難しくないかなと思うんですけれども、まあ、名前のとこですね。分子量も式量も、まあ、先に言っちゃうとやってること自体は同じなんですよ。ただ、名前が異なるのでなんで異なるのかっていうところをしっかりと理解してください。今ね、原子量が、まあ、水素だったら1、炭素だったら12、まあ、飛んでちょっとナトリウムだったら23、塩素だったら 35.5 だよっていうふうに与えられてるとしましょう。まず最初に分子量ですね。定義自体はここに書いてあるように、分子を構成している各原子の原子量の総和のことです。何言ってんのって言ったら今具体的にね、メタンだったり、NH3 アンモニアだったり、エタンですね。C2H6 エタンですね。を具体例にとってやっていきたいと思います。例えばじゃあまず、メタンですね。C1 個と H の原子が4つ集まってるよってことですよね。それの総和って言ってるんだから12のものが1個でそして1のものが4個だよね。これを足せば分子量だよっていうことです。めちゃめちゃ簡単ですよね。計算するとこれ16となります。もちろん分子量ね、原子量から来てるので単位はグラムパーモルですよ。で、続いてアンモニアはって言ったらもう考えちゃうよ。N が1個そして H が3つ、なのでこれ計算すると17ですね。ちょっと単位の方も走らせていただきます。で続いて最後、エタンだったらって言ったら12のもの C が2個、そして1のものが6個ですよね。なので24+6なので30と、単位は全部グラムパーモルという風になっています。式量、金属やイオンで分子を形成しない場合には、結晶を構成する原子数を最も簡単な整数比で表すと。この原子数を最も簡単な整数比で表すことを組成式って言います。例えば、まあ、これは分子なのであれなんですけど、これの組成式はって言われたら、これってさ今2と6でしょ、ってことは最も簡単な整数比はって言ったら2で割ればいいから1:3だよね、こういったものを組成式というふうに言います。ただね、こっちは分子なので分子量を求めてねって言われたらこんなふうにね、全部割るにしてから計算してはダメですよ。なんでって言ったらエタンというのは金属でもないしイオンで分子を形成していないからです。じゃあ、金属だったりイオンで分子を形成しているもの、形成していないものですね、っていうやつについてはどういったものがあるのっていうと、例えば食塩 NaCl ですね、これはイオン結晶と呼ばれるものになっているので、まあ、イオンで形成されているもの、分子ではないものになります。じゃあこれはあったら計算めっちゃ簡単ですよ。これも Na が1個とそして塩素が1個、じゃあこれ全部足し合いんだから 58.5g/mol じゃないですか。なので上と下ってやってること一緒なんですね。そりゃそうなんですよね。一番最後のところの文言を見てほしいんですけど、結局これも組成式を構成する各原子の原子量の総和、ね、各原子の原子量の総和、こっちもそうですね。分子を構成している各原子の原子量の総和と。要は、前半のところが違うだけなんですよ。分子なのか、それとも組成式なのか。で、組成式で考える場合は、金属だったりイオンだよっていうことですね。そこでちゃんと名前の使い分けをしてくれれば、記述の問題とかでも間違いなくなると思います。Today, I wanna be.Whatever you say, you matter.